38。足りんはずはない。医者へも薬例は済ましたし、本屋へも先月払ったじゃないか。今月は余らなければならん。と済まして抜き取った鼻毛を天下の奇観のごとく眺めている。それでもあなたがご飯を召し上がらんでパンをお食べになったり、ジャムをお舐めになるものですから。元来ジャムを幾貫舐めたのかい？今月は8ついりましたよ。8つ？そんなに舐めた覚えはない。あなたばかりじゃありません。子供も舐めます。いくら舐めたって5、6円ぐらいなものだ。と主人は平気な顔で鼻毛を一本一本丁寧に原稿紙の上へ植え付ける。肉がついているのでピンと針を立てたごとくに立つ。主人は思わぬ発見をして感じ入った体でふっと吹いてみる。粘着力が強いので決して飛ばない。嫌に頑固だなと主人は一生懸命に吹く。ジャムばかりじゃないんです。他に買わなければならないものもあります。と細君は大いに不平な景色を両方にみなぎらす。あるかもしれないさ。と主人はまた指を突っ込んでぐいと鼻毛を抜く。赤いのや黒いのや種々の色が混じる中に一本真っ白なのがある。大いに驚いた様子で穴の開くほど眺めていた主人は指の股へ挟んだままその鼻毛を細君の顔の前へ出す。あら、いやだ。と細君は顔をしかめて主人の手を突き戻す。ちょっと見ろ、鼻毛の白髪だ。と主人は大いに感動した様子である。さすがの細君も笑いながら茶の間へ入る。経済問題は断念したらしい。主人はまた天然孤児に取りかかる。鼻毛で細君を追い払った主人はまずこれで安心と言わぬばかりに鼻毛を抜いては原稿を書こうと焦る体であるが、なかなか筆は動かない。焼き芋を食うも打足だ、割愛しよう。とついにこの句も抹殺する。こう一首もあまり唐突だからやめろ。と惜しげもなく筆中する。余すところは天然孤児は空間を研究し論語を読む人であるという一句になってしまった。主人はこれではなんだか簡単すぎるようだなと考えていたが、ええ、めんどくさい、文章はお廃止にして名だけにしろと筆を十文字に振るって原稿紙の上へ下手な文人画の欄を勢いよく書く。せっかくの苦心も一字残らず落第となった。それから裏を返して空間に生まれ空間を極め空間に死す、食うたり噛んたり天然孤児ああと意味不明な語を連ねているところへ例のごとく名帝が入ってくる。名帝は人のうちも自分のうちも同じものと心得ているのか、案内も請わずずかずか上がってくる。のみならず時には勝手口から飄然と舞い込むこともある。心配遠慮気兼ね苦労を生まれる時どこかへ振り落とした男である。また巨人引力かね。と立ったまま主人に聞く。そう、いつでも巨人引力ばかり書いてはおらんさ。天然孤児の母命を占しているところなんだ。と大げさなことを言う。天然孤児というのはやはり偶然同時のような怪名かね。と名帝は相変わらずデタラメを言う。偶然同時というのもあるのかい？なに、ありゃしないが、まずその見当だろうと思っていらね。偶然同時というのは
僕の知ったものじゃないようだが、天然孤児というのは君の知ってる男だぜ。一体誰が天然孤児なんて名をつけて済ましているんだい。例のソロ先のことだ。卒業して大学院へ入って空間論という題目で研究していたが、あまり勉強しすぎて腹膜炎で死んでしまった。ソロ先はあれでも僕の親友なんだからな。親友でもいいさ、決して悪いとは言えやしない。しかしそのソロ先を天然孤児に変化させたのは一体誰の所作だい。僕さ、僕がつけてやったんだ。元来坊主のつける戒名ほど俗なものはないからな。と天然孤児はよほどガナ名のように自慢する。明帝は笑いながら、まあそのボヒメというやつを見せたまえ、と原稿を取り上げて、なんだ、空間に生まれ空間を極め空間に死す、食うたり噛んだり天然孤児、ああと大きな声で読み上げる。なるほど、こりゃいい天然孤児相当のところだ。主人は嬉しそうに、いいだろうという。この母命を沢庵石へ掘りつけて、本堂の裏手へ力石のように掘り出しておくんだね。がでいいや、天然孤児も浮かばれるわけだ。僕もそうしようと思っているのさ。と主人は至極真面目に答えたが、僕はちょっと失敬するよ。じき帰るから、猫にでもからかっていてくれたまえ。と明帝の返事も待たず風然と出ていく。